昨日京都二連勝ですおめでとうございます。ありがとうございます。もう感じどうですか。いや感じとかじゃなくてピンピンなんでねすごくいいと思います。さあ今日のレース鳩田選手の番手どうでしたか。あもうすごく何楽しんで収集だけはしようと思ってはい頑張りました。初日のリベンジがそうですねはいラインで決まってはい三番手は。 ちょっとあれですけど、はい、ワンツー決まってはです、うん。お、今インタビューしてても、風が結構吹いてるんですけれども、道中いかがでしたか。バックはね、はちょっと、あの、先頭選手はきついと思います。うん、向かい風。はい、はい。さあ、その中での一着です。明日も期待したいですが、どうでしょう、はい。最終日も精一杯頑張ります。はい。は応援してくださった皆様にもメッセージをお願いします。明日も精一杯頑張ります。お,お願いします。